ここの疲れがこう上がってきて、はい、腰痛の原因になったりする場所ね、はい、うわ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 これが硬くなるとね、腰痛になる場所、これがふくらはぎカチカチだね。本当ですか。やっぱ、ストレッチボードみたいなの乗ってるように走ってるんですけどね、はいはいはい、それでもあれですね、疲れ取れてないですね。うん、だいぶされてるのも分かりますよ。筋肉触ってますからね、はい、柔らかいの、筋肉柔らかい方です。あ、本当ですか。うん、されててもさらに奥のね、この辺の疲れがちょっとね、残ってるから腰痛の原因になっているそういう感じですね。でも痛さちょっと減ってきましたね。減ってきました。ほぐれてるのが思います。アイデアの足が何でしたっすね。外側ここ、よいしょ、これがね、走るときにね、ここが硬くなってね、内視鏡筋が硬くなっちゃう場所。はい、ここだ。では、膝の裏ね、押さえてもらうんですよ。なかなかちょっとでききれてないですね。そこまで痛くないですね。ああ、そうです。ここら辺は痛いけどね。痛いですね。この外側。ここ硬い。
めっちゃ硬いね。右と左バランス悪いですね。触られてわかるでしょ、はあ、筋肉の使い方がね、はあ、左が不安になかかってちゃってる。ああ、はい、ちょっとこうしますね。外側でここ、うわ、右ここ痛くなかったんだけど、うわ、左側めっちゃ硬いね。ああ、マスク。よいしょ、ここだ。よいしょ、走って膝が痛いってことは、ちょっと走るフォームが、はい、ちょっと見直した方がいいかな。そう。よいしょ。ここ。よいしょ。これ。よいしょ。太ももを触っていきますね、はい、太ももってね、座ったりとかするとね、ずっとね、ここ圧迫されちゃってどうしても硬くなったりしやすいでしょ、はいはい、でここが硬いとね、腰痛の原因になったりする場所ね、はい、なのでね、ここしっかり緩めていきますよ、はい、ここだ。ここがね、腰痛の原因になりやすくて硬い、わかりますか。硬い、これストレッチを、ここのストレッチをちょっとね、しっかりしてあげるようにしてみてください。はい、ここだ。これ。ここ。いいでしょ。これ。いいでしょ。ここ。下の方は大丈夫だね。ここだね。ここだね。ここ。でも見つけた。ここだ。下の腹筋も切っとくね。あ、はい。松本よろしく。
これがね、膝に板によく効く場所。ああ、そうです。よいしょ。で、この回の人で指で揺れていきますが、よいしょ。まあ、こうだ。ここですね。ここ膝板に効く場所。外側なんだけど、この内側が。では足をねちょっと曲げますね。開けます。この外側をねしっかり緩めてあげると効果的です。はい、わざわざ説明するってことが結構痛いってことだから頑張ってね。ありがとうございました。ここだ。こいつが硬くなると膝痛いになっちゃう場所。